今日は可愛い猫さん、まつりちゃんです。代々木八幡宮のそばにある看板猫のまつりちゃん、ダンデジャヤさんにお邪魔してきました。あ、こっち向いてくれた。まつりちゃん可愛い、ありがとう。ほんと猫って可愛いですよね。癒されます。ところ変わりまして、代々木八幡宮さんへお参りに来ました。6月は茅の輪くぐりが設置してあります。そしてまたまつりちゃんに戻ります。ダンデジャヤさんです。おもちゃをフリフリしていたら来てくれた。手伸びしてる、かわいい。まつりちゃん、ここだよ。おもちゃあるよ。隣の席のお姉さんもまつりちゃんにタッチ。まつりちゃん、おもちゃフリフリだよ。あ、ゴロンしてくれた、かわいい。かわいい、かわいい。隣のお姉さんにもなでなでされる。本日ダンデジャヤさんでいただいたメニュー、アイスコーヒーとわらび餅、チーズケーキと養生茶、どちらもとっても美味しかったです。ところ変わりまして、こちらは焼肉屋満腹さん、ランチに伺いました。もちろんビールとともに。こちらは焼肉御膳、そして特選切り落とし御膳、どちらもとっても美味しかったです。いろいろな部位を楽しめる焼肉御膳と、良いお肉の切り落としを楽しめる切り落とし御膳、そしてこちらは大好きなユッケ。今回は塩味にしてみました。いつもありがとうございます。